この世界はマイクラだみたいな言い方がたまにするんですけど、はい、要はこの世界を生成したのは僕だと、うん、僕が意識して今のこの世界を生成してるんですよ、はい、なんで隊長も僕ですらモブなんですね、村人、はい、で、うん、車とかバイクとか、うん、なんかいろんなものがあるじゃないですか、はい、モン・サン・ミッシェルとかピラミッドとか、うんうん、これって僕のために作られてるんだと思うと、うん、なんか嬉しくなってきたんですね、はい、要はなんかアニメで、はい、ドクター・ストーンっていうアニメを見てるんですけど、はいはい、うんうん、あのドクター・ストーンっていうのはこの現代社会で、うん、ある日突然、うん、なんか緑色の光がバッと光ると、うん、人間だけが石化してしまった、うん、で、ある一人の科学少年が目覚めるんですけど、はい、その時はその石化した時から3000年後だった、うん、みたいな、うん、で、その、科学の少年は、うん、その石化した世界で、うん、知識で科学を用いて、うん、石鹸を作ったり、うん、みたいなところから、うん、あの化学物質を作ったり、うん、携帯を作ったりみたいなのをやってるんですけども、うんうん、僕って今そんなことしなくても、はい、もう欲しいもので溢れてるんですよね、うん、あ、こんなものが欲しいなっていうのが、うん、街中をビュンビュン走ってるんですよ、うんうん、走ったりビルとして建てたりするんですよ、はい、これ全部僕のものなんですね、僕の世界のものなんですよ、僕の世界にあるもの、僕の世界にあるものは、うん、僕のものなんですよ、うん、で、これのために僕はお金を払いたいかっていうと、うん、別にお金を払いたくはないが、あってかっこいいなって思うものはあってもいいじゃないですか。で、それを使っている人がすごい喜んで使っているっていうのをこうやって見ていると、あ、俺の世界でみんなが楽しそうだっていう今のこの話ってお金になると思いますか？はい、僕は何を言ってるかがよくわからない。あ、そうですか。はい、まあ、なる人はいるのかもしれない。あ、すごいと思ったんですよ。もうよくなんかこんなような話をする人ってたくさんいるじゃないですか、うん、だからそれタイプも関係するのかもしれないですけどね。ああ、なるほど。例えば僕だとそれは何の役に立つのかですよね。で、多分同じように感じる人はいるんじゃないかなと思うので、お金になる可能性はあるとは思うんですよ。だって例えばフェラーリとか走ってるじゃないですか。はい、かっこいいですよね。はい、あれ僕の世界の車なんですよ。で、僕が作らなくてもあるんですよ、はい、これってすごくないですか？何がすごいかが、ドクターストーンから考えると、うん、彼らはドクターストーンの人たちは作らないといけないんですよ、うん、もう一回。すごいじゃないですか。彼らがすごくないって言ってるわけじゃなくて、うんうん、大変だなって思うんですよ、うん、一から作っていくわけですから、うん、でも僕たちって、はい、もう今欲しいものが溢れているんですよ、うん、はい、便利な世の中、便利なものとか作らなくても、僕が作らなくてもあるんですよ。何の話をしてるかが僕には分かんないっていうところですよ。便利、今は便利な世の中、ドクターストーンと比べたら便利な世の中だね、はい、はいはいはい、っていうだけの話ですよ、僕の中では。その一行でまとめますか、はい、この素晴らしき世界を。別に素晴らしくないとは言ってないけど、なんあ、この何ていうの、その多分すごいっていう感覚が僕には当たり前じゃないですか。ちょっと加藤浩次のセリフを借りると、はいはい、今の世界が当たり前だと思うなよ。ん？なんだ。ん、はい、はい、というのに気づいたんですね。はい、はーって、もう今僕作らなくても全部あるじゃんと思って、はい、何もしなくていいじゃんって、うん、で？でって言われると、はい、現実に戻ります。で、なんだろうって喋らなきゃって、で、多分で、なんだろうの感覚ですよ。あ、だからなんかすごい、はいはい、苦しんでる人とかにいいのかな、なんですかね、私はこんな世の中でみたいな、意味もなく苦しんでる人。じゃあその世界は君が作ってるからね、意味のないと思って。何の話をしてますか。分からない。そういう人には、はい、そうやって思うことで気持ちが軽くなったりするのかなみたいな話。でも今こうやって喋ってて、はい、その体調の今冷静な目を見ると、はい、あ、なんていうんだろう、気持ちの動機って難しいなって。動機するのは、はい、
なんか送れないんですかね、ピピって Mac と iPhone みたいに、言ってることはチュルチュルって、言ってることは理解しますみたいな感じです。あ、違う違う、そのファッションが違う、そこは同期できない感じです、はい、そっか、ちょっと、はい、テクニックが足りないんですかね、これは。なんですかね、あ、テクニックが足りないのかもしれないです。目の前で冷静になられると、はい、あれ違うのかなって、あ、その納得させるテクニック、はい、の話なのか、うん、そのまあ、そもそも納得する人と、まあ、こういうのに惹かれる人と惹かれない人がいるみたいな、はい、そのタイプの話なのかみたいな。やっぱりまだ僕の今の預金残高が24万っていうのが、はい、ちょっとなんか真実味に欠けるんですかね。幸せじゃんって。そこは公表しなきゃ分かんないじゃないですか。まあしちゃったんですけど、はいはい、今すごいドキドキしながら生きてるんですよ毎日は、はいはい、あとね、自動車の保険と、うん、市民税、県民税が来ますね。で、まあ、例えば、はい、そういう辛い現実があるけど、はい、こうやって思えば気持ちが楽になるよって話なのか、楽になるよっていうか現実がそうなんだよって話なんですよ。あ、だからそう思うことで、それは思うことでじゃなくて過程じゃないんですよ。いやいや、あの、そう気持ちの問題です。違う、もう辛い気持ちがなくなるみたいな。あ、だから僕はどうでもいいじゃんなんですよ。あ、そうなんで、うん、結局僕の世界であってもイコールです、イコールです、僕の世界であってもなくても、はい、なんか関係あるのっていう感覚です。僕の、あ、今そんな全く同期できないです、その気持ちは。ん、だからあの、例えば、はい、この世の中が僕のものだ、はい、僕のものですよ、そうですよ、だとして、はい、それが何の役に立つのかじゃないですか。僕のものじゃなかったとして、はい、なんか現状が変わるのかって話ですよね。あ、この人には無理だな。みたいな感覚なので、だからこの気持ちが楽になるとかだったら分かる気がします。なんかね、ライブにこんな人がいたら僕困っちゃう。なんか質疑応答とか言って、はい、はいって言って、はい、どういう意味があるんですかって。なんか、うんって、うん、で、まあ、その辺の話術なのか、なんかね、この姿はちょっと信者には見せれない。はい、はい、